マリントラフィックは、船舶の位置と動き、港湾内の現在位置に関するリアルタイム情報を提供するウェブサイト。オープンソースコミュニティによるプロジェクトとして運営されており、船舶に関する情報データベースでは、建造された場所や事業者名、船舶の寸法や総登録トン数、IMO 番号などを提供する。また、登録ユーザーは、 他のユーザーが評価できる船舶に関する写真を掲載することができる。船の位置は Google Maps API 開図オープンストリートマップを使用して Google マップ上に表示されている。基本的なサービスは無料で利用でき、有料会員になるとより高度な機能を利用することが可能となる。このサイトは 毎月600万のユニークビジターが訪れており、2015年4月には60万の登録ユーザー数を記録している。船舶の位置データは、世界140カ国以上の1万8000を超える自動船舶識別装置の情報が、ボランティアによって収集されている。海上移動業務識別コード、一コース、進行方向、回答率、ユニックス時間、速度、 喫水、積みに、目的地、到着予定時刻、アンテナの位置及び公開の状態など、AIS 機器によって提供される固定情報は、自分割り多元接続技術を用いて船舶に設置された VHF アンテナを通じ送信され、その信号を受信した受信局から、マリントラフィックのメインサーバに情報を転送し、ウェブサイトを介して、リアルタイムでの表示が行われている。 表示に使用される地図は Google マップをベースマッピングとしている。また AIS 信号の到達距離は条件により異なるが、概ねアンテナが取り付けられた位置から見渡せる範囲である20から30回りであり、信号が受信できるのは受信機が設置された沿岸地域に限定されているため、洋上では人工衛星受信機も利用し情報を保管している。 日本国内の AIS 送受信については、海上保安庁主導により整備が進められ、海上交通センターで使用される、レーダーシステムと AIS 情報を融合させた、新しい航行支援システムの運用2004年から開始しており、一部離島地域を除いた前、沿岸海域での運用2009年により開始している。AIS 受信機マリントラフィックは、ギリシャのエルムポリにある、 エアゲ大学で学術的なプロジェクトとして2006年に開始されている。2007年後半、ディミトリス・レッカス教授はこれを使用版として公開した。運営は marinetraffic.com によって行われ、本部はギリシャのアテネに置き、イギリス、シンガポールに本社を構えており、国際会議機関国連貿易開発会議などの国際機関のほか 世界各地の港湾団体や海運企業、石油資本などとも協力関係にある。ギリシャのスタートアップ企業として始まり、ギリシャ国内においてマリーントラフィックは過去10年で最も成功した事例となった。マリーントラフィックはアマチュア無線化のコミュニティや AIS ステーションの所有者、写真家、翻訳家などに大きく依存している。ありがとうございます。